なんてこった。こりゃ中央情報管理局メインフレームにあった情報そのままじゃねえか。まああれだけ巨大な図書館の本全ての配置なんて、あそこの図書館司書だって分かっていないだろう。そうだろうな。俺も記憶で聞いたことがあったんだよ。ガキの頃だがな、現存する全てのアンドロイドの人工知能、人間を模して作ったニューラルネットワーク型の人工知能、これ以外の人工知能を持ったアンドロイドも存在すると。それは人と同じ心を宿していると。今じゃそんな話誰も信じてないがな。ああそうだな。まあ完成したアンドロイドだろうな。大体どんなアンドロイドの写真が入っていたかは見当がついてる。それより気がついたか？改ざんされたデータだと2004年となっていたが、このアンドロイドが完成したのはそれから10年後の2014年となっている。ちょうど10年必要だったってことだろうな。さてと、あの図書館の書籍から伊原博士に関わるものを全て探す。だから貴重な情報が眠っているんだろう。本当はお前にでもやってもらいたいのだが、職業柄俺の方が見つけやすいだろう。お前は嬢ちゃんの様子でも見てやってやれ。それもお前にしかできないからな。この丘でもう時計渡せなくなっちゃったね。
ください。タカヒロ、お、なんだ、風邪でもひいたのか。少し鼻声っぽいぞ。いや、お前がジョーちゃんの部屋から出てくるのを見たからな。ジョーちゃんの様子でも聞こうかと思ってな。そうか。他に気がついたこととかはないのか。夢？なんでだ。夢。ジョーちゃんがか。ああ、いや、なんでもない。うん、俺の方か。ダメだな。地道に検索カードを使いながら調べていたんだが、最も怪しいと思える本がないんだよ。副題を見ろ。ああ、そうだ。間違いなくこの本に伊原博士のことが書かれている。あるはずの場所はここに書かれている通りだ。南の B1567-8-12、 南フロアの B ブロックの1567番目の棚の8段目の12冊目だ。確かに検索カードにはあるのだから存在しているはずだ。そのあるはずの本が紛失している。もちろん貸し出しなどされていない。知らぬ間に抜き取られていた。3年前にはあったのだろうな。だが今はない。そう。
そうなるかもな。唯一の手がかりだったが、それもここまでか。うん、そうだな。所長、至急所長室まで来てくだちゃい。詳しくは所長室で。大変でちゅ。クーデターが起きたでちゅ。
角の粛清が裏目に出たようでちゅ。もしかしたらカンパニーがひっくり返るかもしれないでちゅ。南南部諸島中央管理から緊急連絡があったでちゅ。商品育成課の北部、南部、東部、方面のすべての主要の支部が本社に向けて全軍を進撃させたということでちゅ。はい、南南部諸島中央艦隊も南部方面の第16艦隊と合流して本社に進撃するようでちゅ。その他世界中のあらゆる支部が反旗を翻してまちゅ。全く関与していなかったようでちゅ。商品部の本部長はすでにクーデター軍によって射殺されたようでちゅから、商品部の監察室とラボの監察室が共謀して粛清を行っていたために商品部は的になってまちゅ。商品育成課は上部組織の商品管理ではなく本社防衛部とつながっていたみたいでちゅ。防衛部だけではないでちゅ。計45部門がクーデターに参加しているでちゅ。多分今回のクーデターは取締役会がラボを潰すために起こしたものでちゅ。粛清などといって一部の幹部を殺害したのは逆効果のようでちゅ。ほぼ会社全体がラボに反旗を翻したのでちゅからね。死んだ飯島も浮かばれないでちゅね。カンパニーのために粛清をしているつもりが、商品管理部の上部組織である取締役会がそのクーデターを企てる張本人たちだったなんて。大体でしか言えまちぇんが、カンパニー全体の 60% がクーデター軍、残り 39% が今のところ全く動きを見せていないでちゅ。ラボ本部監査室直属特殊監査 NIN でちゅ。